仲良くなれる。いつかきっとそんな世界が来るさ。差別も偏見も
ことがあるんだよ。愛し合ってるかい？愛し合ってるかい？愛し合ってるかい？Thank you.
落ちてる。こそぞろが選挙制度改革で揉めてる。でも善良な市民は参加させてもらえず、また間違った人を選ぶ。同胞が建設会社に饅頭をもらってる。金屏風の陰でヤクザと取引してる。でも善良な市民は
けたおり。それでもテレビは言っている。日本の原発は安全で、三枚は金、根拠がね、これが最後のサマータイム。そのまんまに育つ人たちいないわけですよね。特に保育っていうのは一番0歳とか0歳から5歳ぐらいの一番人間の本当に基礎の部分をこう信頼であったりとか、優しさであったりとか人を信じたりとか、そういうものを育てていく一番大事な部分だと思うんですね。やっぱそこにお金を投資しない、予算を投資しないっていうのはこの国の将来をこう捨ててるようなものだと思うんですね。だからもっと保育園を利用したことのある人たちがもうどん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 声を上げて保育士さんやパパさんやママさんだけにこう問題をこう限定するのではなくて、皆さんその保育サービスを受けたり皆さんも当事者として声を上げていいと上げてほしいと思って今日は来ました。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
目指してるわけでもないんですけど、でもこの保育士が今、こうやってそのなんて言うんでしょう、保育士がこうやって待遇が悪いと、なんでこんなに保育士だけこんな待遇が悪くて、こんなに頑張って皆さんやっているのに、なんでこんなに安くて待遇されないのかっていう、その今の政府にちょっと憤りを感じるっていうか、絶対ダメだなって思って今日来ました。こんばんは。東京の若洲市立の認可保育園で保育士を29年やっています。今日は、そらくんのお母さんが私の友人だったこともあり、この、スタンディングをして参加しました。赤ちゃんがお腹にできて市役所に行けばみんなもらうものがありますよね。その中にこんな風に書いてあります。児童憲章がまず一番初めのページに出てきます。母子手帳の一番初めのページに出てくる児童憲章には、我らは日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を擁立し、すべての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める。児童は人として尊ばれる。児童は社会の一員として重んぜられる。児童は良い環境の中で育てられる。こんな風に書いてあります。今回保育園に落ちたの私だっていうお母さんたちがたくさんいるんですけれども、そういうことも全てこの児童憲章に反していると思うんです。全ての子が保育園に入りたいと思っている、全ての子が保育園に入れる、それがこの児童憲章に沿った形になると思います。また今規制、保育園に入れない子どもたちを増やすっていうことで、小規模保育園の定員を増やして、それで入れる子を増やそうっていう話があるんですけれども、それは本当に良い環境の中で育てられるっていうことになるんでしょうか。私はそうならないと思います。子どもって特に0歳から2歳の子どもは人間の中で一番発達していく時期です。0歳1年間を見れば、一番初めに寝ているだけだった子が1歳になれば立って歩けるようになります。それって人生の中で一番発達している年齢なんですね。その年齢の時期にちゃんその発達に応じた空間の広さが与えられないっていうことは、子どもの発達を歪めるっていうことになるんですよ。そういうことを平気でしようとしている、それは本当におかしいことです。そして子どもたちのを見る保育士の数を減らしてきています。子どもたちを見る保育士の数が減ればどうなりますか。きちんと子どもは発達していくと思いますか。私は29年間保育士をしてきましたが、まだまだ人が足りないと思っています。子どもが豊かに育つためには空間の広さや人、それが必要だと思っています。そういうことをきちんとすればしようとすれば、保育士を増やすしかないんですよ。保育士を増やすための予算をちゃんと与えてもらいたいです。そして保育士になりたいそう思う若い人たちの願いが叶うような、そんな社会にしてもらいたいと私は本当に強く願っています。私は29年間本当に恵まれた環境の中で保育士ができてきたかなと思っています。本当に劣悪な保育園っていっぱいあると思うんですけれども、私の保育園は子どもを育てるのに大切なのは人だっていうことで、人にお金をかけてきてくれています。だから私は29年間今まで続けてこれました。そういう保育園が増えていってほしいと思うんです。だけどそんな私の勤める保育園は環境がいいと思ってますが、そういう保育園に勤めてでもやっぱり若い人たちは一人暮らしがするのが本当にできないって言っています。親元から離れられない、一人暮らしをしようと思ったらそのお母さんやお父さんから仕送り送ってもらわないとできないような、そんなそれぐらいしか給料がない、そういう状態になってきています。それっておかしいですよね。やっぱり働き続けられるだけの給料を本当に欲しいと思います。それはただ野党の5党の皆さんが給料5万円アップのそういう
そういうせあのそういう案を出してくださったんですけれども、給料が上がるだけだとだけではダメなんです。保育士って本当に重労働なんですよね。なのでやっぱりその中身を考えてもらいたいと思います。保育園には最低基準というものがありますが、この最低基準は昭和23年に制定されて、その中身はほとんど変わっていないんです。0歳の子3人に対し大人が1人、そんな風に年齢ごとの大人の配置も決まっていますが、1歳児は1人に対して5人、2歳児は1人に対して6人、3歳児は1人に対して20人、4、5歳児は1人に対して30人。これはほとんど23年から変わっていないんですよね。本当におかしいと思いませんか、そういうのって。なので私はやっぱりそういう最低基準も見直してもらって、労働条件も良くしてもらって、それでやっと保育士を続けたいと思う人たちが増えていくと思います。そういうことを私はこれからもずっと訴え続けていきたいなと思います。どうもありがとうございました。では、ここでコールをやってくれっていうことなのでやります。リズムがよくわかんないですけど、保育士の待遇今すぐ改善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 、子どもの未来に税金回せ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 、保育士の給料今すぐ上げろ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 、保育士の待遇今すぐ改善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 、子どもの未来に税金回せ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 、保育士の給料今すぐ上げろ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 、保育士の待遇今すぐ改善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 。